駐車場にちゃんとね道路広げて。でもすごいね、これだけお前お参りする人多いんだから。普通の日にね。乗ってなかった？ほら。紅葉をたくさん植えて観光、紅葉の観光名所にすればいいよね。早いね、帰ってくるの。1200年だもんね、帰りそうで、4月に入って本当に高速も飲め Bus guard, you know, China.むしろやっぱりあの正月の2日3日に来た方がね、うん、そうだね。
当はこの黄色もいいでしょ。一応あれって赤くはならんのかな。あの黄色は黄色になるんかよ。一生って真っ黄色になるでしょ。あれ鳥取のあの道路にイチョウがあったでしょ、家の近くに。真っ黄色になったでしょ、静止画で。どこ、うちの家か。うん、あの道路あるでしょ。そうだった。うん、記憶にやった。綺麗よ、何本か木が。あ、そう、黄色い。宿場町だからね。うん、まあ、ここでここで食べるようにわざわざ椅子出して。初めてやるのよ。うん、初めて。こんなに車がいる。いつも朝早いで朝すったから。やっぱ紅葉だけど、この紅葉のシーズンもひっくるめてか。こっち側が古い道。
ってるんだよ。いろいろ、あれやってるんだよね。工房らしいしね。